知ってますか？仕事の効率を上げたいときは似たような作業を同じ時間にまとめてやると効率が上がるんです。やっぱり仕事できる人って本当に仕事の効率がいいですよね。 Getting Things Done by David Allen GTD って言われる本なんですけども、これ僕のおすすめの一本なんです。で、効率が上がる方法の一つのアイデアとして、似たような仕事をぎゅって同じ時間に分けてやると実は仕事の効率って上がっていくんですね。どういうことかというと、例えば食事の後に炭水化物とかを経った後インスリンが流れている時、ちょっと自分のフォーカスゾーンが低い時、ね、どっちかっていうと自分がちょっと鈍い時、ね、こういう時にもう本当に脳を使わなくても簡単にできるような作業をまとめてやるんですね。まあ、例えばプリンターのインクを変えるとか、何かの簡単な注文をするとか、ゴミを出しに行くとか、まあ、仕事の中で簡単な作業、コピーをやるとか、そういう形でこれを一つのブロックとして、まあ、おすすめは25分または50分っていう時間を作って、同じような似た作業をバーってやります。で、この25分または50分の後に5分から10分の休憩を入れて、次のブロックで別のような似ている作業をやるっていうのが本当におすすめです。本当にですね、自分の仕事今の 100% が少しずつ120、150、中には 200% の効率が上がるっていう方もいらっしゃいますので、ぜひ試していただければ幸いです。 Thank you so much for checking out this video and I'll see you next time.